こんにちは、瀬戸和也です。今日はファンの皆様からいただいた質問にお答えしていきたいと思います。うわー、すごいたくさん、嬉しいです。皆様の熱い思いがいっぱい書かれているの、とっても嬉しいです。それでは早速質問に答えていきたいと思います。はい、これ私たちファンは大好きなアキラさんについていきます。お体を大切にご活躍ください。ありがとうございます。アキラさんは組子の皆さんの相談役という頼れる兄貴でしたが、アキラさんが相談をされていたのはどなたでしたか？私、意外と下級生とかに相談乗りながらも、私今こんな風にこと悩んでるんだよねとか合わせて下の子に話してしまうこともありましたし、よくユーマリンさんに泣きついておりました。できないよとか、わからないよとか、はい、甘えたをしてた時期もありましたが、皆さん上級生、同期、下級生みんなに助けてもらっておりました。はい、瀬戸さんの歌とキレのあるダンスが大好きです。元気がなくなってきた時、何でチャージしますか？そうですね、なくなってきたり疲れてきたりとかすると、私は愛犬のお腹に思いっきり顔をうずめてモフモフでパワーをチャージしたりとか、ずっと抱っこして撫でてると向こうも気を許してくれて、もうここで寝てくれるので、もうそれですごいパワーを、愛犬からパワーを吸い取って、はい、もう全力で今パワーに満ちております。とご卒業後も変わらずハンサムなお姿を見せてくださりありがとうございます。このままご自身の道を突き進んでいってください。一息つきたいときはまた宮古島でエネルギーチャージしてくださいね。あ、優しいお言葉ありがとうございます。羽田トーク&ライブではスカートを履かれていましたが、その後プライベートでもスカートは履いていらっしゃいますか？スカートは、はい、いろいろとチャレンジさせていただいております。卒業をしてこう自分がこう狭めてたものっていうのを本当にいろいろとチャレンジしたり、こうチョイスできたりなんかすることをしていいんだってなってるので、まあ、そのファッションのアイテムの一つとしてこうワンピースだったりスカートっていうもののやっぱジャンルが広がったっていうことは、なんかお洋服を選ぶ中ですごく楽しくなってきましたし、逆に男役時代のお洋服をどうやったら今っぽく着れるのかなとか、そういうなんか幅が広がってきてるのを日々楽しんでいる最中です。宝塚を離れても兄貴的な雰囲気はあり、でもお姉さんな面も見えてきてワクワクしています。ありがとうございます。今一番行きたいところはどこですか？南国にまた行きたいかなと思います。相変わらず海が好きなので、そろそろハワイに行きたいなとか思っていますし、こう私ヨーロッパにまだ踏み込んだことがないので、こういい時期を見てスペインとかイタリアとかパリとかいろんなところを旅できるなんか状況になったら行きたいなと思います。ではこちら、はい、お姿、お話、眼差し、仕草、情熱、努力、すべてが好きでずっと大好きです。いやー、なんか全力の告白ありがとうございます。最近好きなお菓子を知りたいです。また料理はされますか？最近好きなお菓子できたんです。あのボブっていうカヌレ屋さんの半熟生カヌレ、めちゃくちゃ美味しいです。皆さんぜひ行列ができない程度に買いに行ってください。私も買いに行けなくなったら困るので。あとはですね、料理でもお米はいつも玄米を毎日炊いてます。贅沢にそこにもち麦入れて、なんかもう量をかさ増ししてもちもちと玄米の食感を一緒に楽しみながら、はい、楽しんでますし、まあ、私はそのお米があれば生きていける人間なので、そこに合わせる料理なんていうのはもう本当に炒めたり蒸したりちょちょいとやったらもう完成です。では次はこちら、
あきらさんの新しいお仕事が決まるたび、嬉しさとワクワクでいっぱいです。新たなことにチャレンジされて、どんな化学反応が起きるのか楽しみにしています。いや、私も楽しみにしています。今まで演じた中で一番ギャップがあった役は何ですか？その時どうやって役とご自分の距離を近づけましたか？やっぱりこう乱良王という作品の皇位っていうキャラクターだったんですけれども、彼は一国の皇太子でありながらも女子の心を持つお姉というなかなか可愛らしいキャラクターだったんですけれども、男性を演じながらこう女性の心を持つ、なんでしょう、このミラクルな回路がすごく難しかったというか、こう私にない色ではあったので、いい意味で皆様を裏切れたんじゃないかなって思いますし、私自身も ここまで十何年男役をやってきて、この役を今やるのかってすごく戸惑いもあったんですけど、もう当時本当に振り切れ振り切れ振り切ってしまえって演出 の木村真嗣先生に思いっきり言われまして、なんかこれまで男役として皆様の中にこう瀬戸和也っていうイメージをしっかりと持ってくださっていたからこそ、ピンクのバーを振り回したりいやーとかキャーとか言えた自分が、もう皆様にとってはすごいなんかこんな一面もあったのかって思ってもらえたんじゃないかなと思いますし、なんか目を覚ませてくれた役だなだったなって。でも本当誰が何と言うと私はヒロインだと思ってそこにずっと立っていたので、楽しくいい意味で、格闘した役の一つでした。コンサートや舞台、ドラマといろんないろいろな形でご活躍を見られて嬉しい驚きです。ますます魅力的になられる瀬戸さんをこれからも追いかけます。ありがとうございます。ぜひ追いかけてください。いつも素敵なファッションで憧れています。今日のファッションについて教えてください。ありがとうございます。本日のファッションの方はですね、エルマンのシェルビーノさんのニットとパンツと靴、靴はジミーチューさんの、こういいですよね、ホワイトコーデっていうのはなかなか気持ちが上がります。ニットもこのスパンコールが一つ一つ本当に繊細についているのがとても可愛くて、冬先取りな気分でとても気分がいいです。これからもあきらさんのクールでかっこいい魅力をたくさん見せていただきたいです。はい、見せていきたいと思います。男役を極められたと感じた瞬間はありましたか？その作品は何ですか？これ難しい質問ですね。男役を極めたって実際思ってないんですよね。私宝塚を卒業するときに最後さよなら賞がついていて、もうその最後の日の黒塩ビの踊る時でさえその場面が終わって袖で着替えをしてる時とかにも、あ、もう全然ダメだった、もっとあそここうできた、もっとこうすればよかったとかっていう反省点しか湧いてこないままやっぱり最終日を迎えたんですよ。それぐらい男役ってとてつもなく深くて、追求すればするほどもうどん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 欲も出てくるし、本当に魅力的な、だからこそこう夢中になれるなんかものなんだなっていうのを、私はその辞めるその日にも感じれたことが、やっぱさすが宝塚ってすごいな、男役ってすごいなって、まだまだこんな日に私をこんな風に思わせてくれるなんてって思ったので、極めた、これで満足だってことはもうないです。はい、舞台などに出演される際は見に行きます。ぜひ舞台上でやらかしてしまった話があればお聞きしたいです。浅香真奈斗さんの主演のバンドネオン上海っていうバウホールでの公演があったんですけれども、こう全身黒い帽子に黒いお衣装で黒い革手袋をして、もう銃撃戦の場面があったんですけど、そこでズボンの後ろに隠しポケットがあって、そこにピストルを仕込んでおかなければいけないっていう、そのシーンになっていざってなって、こう後ろに手を回した瞬間銃がないんですよ。あ、やっべ、銃仕込むの忘れた、どうしようどうしようって思った時に、パッて手見たら革の手袋してたんで、このままこうやってピストルの形をしてずっとこう
指ピストルで、これが多分素手だったら多分ダメだったと思うんですけど、革の手袋だったので、黒の革手袋ありがとうと思いながら、その日は打つっていうより結構避けるシーンを多めにした記憶があります。こちら、これからも今まで通りのあきらくん&新しいあきらくん、いろいろな魅力ある人間万華鏡なあきらくんを楽しみにしております。人間万華鏡って面白い表現ですね。ありがとうございます。テレビドラマの撮影で舞台とは違う点は何ですか？もう何もかもですね。テレビの撮影となると本当にシーンごとだったり、日をまたいでだったり、こう順番がこういろいろ入れ替わったり、同じシーンを本当に何カットも撮っていただいたりだとか、全部集結してこうやって一つの絵になっているっていうのを改めて、もちろん舞台もそうなんですけど、こう映像のお仕事の中ですごくそれは感じました。だからこう一つ一つドラマという点だけではなく、舞台もそうですけど、そうやってスタッフの皆さんに助けていただくっていうのを改めて思いました。あとはそうですね、初めましてっていうその俳優の皆さんとなんかこう緊張しながらも、もうよーいスタートってカチンコの音が鳴った時のなんかとんでもない緊張感、カチンって鳴った瞬間に 120% 表現をする。舞台のアプローチの仕方とは、あ、テレビの作り方っていうのは本当に違うんだなっていうのを改めて感じたので、本当にいい経験をさせていただけたなと思います。はい、大好きです。どんなところと言われますと、本当に全部です。手紙の最後にアキラと書かれているところもとっても好きです。あら、嬉しい、ありがとうございます。お気に入りの香水は何ですか？よく使う香水を教えてください。ジョー・マロンさんのチューベローズアンジェリーカかな、黒い瓶の、香水をずっと現役時代から今も変わらずそれを使ってますね。自然ないい香りが、で時間が経つとまたちょっと雰囲気が変わってきたりとかするので、なんかそれはずっと今も変わらず使ってます。では結構たくさん皆様にお話してきたので、次最後の質問とさせていただきます。ではこちら、瀬戸さんのイケメンさにやられています。今後 YouTube を解説してほしいです。いやー多分無理じゃないですか。グダグダになっちゃいますよ。まあ検討しておきます。男役のキスシーンへのこだわりが聞きたいです。最後にまさかのキスシーンの話題、面白いですね。私そんなに多くないんですよ、多分片手ぐらいかな。あんまりだからすごい経験があるわけでもないですし、でもこうずっと憧れてたりとか、こう支える、女役さんを支える後ろの手の親指は立っていたいとか、こう顔を支えるんだったら絶対このね、こう自分の顔と相手の顔をどこ持つとか、そういうのはすごい計算してました。まあ、ありがたいことに手が大きかったので、結構こう私がこの辺に顔をつけてもこの辺でちゃんといい距離を保って娘役さんのほっぺ捕まえれるので、この魅惑のフリーゾーンがあるんですよ、宝塚って。なんかね、いろんなキスシーンの仕方ってあると思うので、まあその都度その都度ドキマキしながら考えながらいろいろやってはおりました。はい、ということでたくさん皆さんご質問いただきまして本当にありがとうございました。私も久々にこういろんなお話が皆様にできてとっても嬉しかったです。それでは皆さん最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。いやもう本当に素敵なお洋服、そして素敵なヘアメイクしていただいて、こんな素敵なお部屋で、そしてなんか撮影できたこととても嬉しく思います。ありがとうございました。